この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。踏んだり蹴ったり。風邪気味だったのに晩飯に生もの、マグロのぶつ切りの漬け丼食ったのがやばかったらしく、寝入ってから激しい腹痛で目覚めた。トイレに直行したい気持ちばかりが流行り、部屋のドア開ける前に出ようとしてドアに激突したり、リビングのファンヒーターやマガジンラック、果てには猫まで蹴飛ばし踏んづけつつトイレにたどり着いた。トイレの電気つけたりドアを閉める暇も惜しみ、ジャージとパンツを一気に下ろし、さあ便器に諸悪の根源をぶちまけようとした瞬間、半締めのドアの隙間から、貞子のような目が覗いているのにご対面。ブーと意味不明な叫び声を上げつつ、腰砕けになる。ほぼ真っ暗闇なのになぜかくっきりと見えるロン毛と見下ろした目の眉毛のない白い顔。何やってんのよ大丈夫？ドタバタしてたの心配してついてきてた嫁でした。腹の内容物とうかは目標を誤ったが、ジャージとパンツ、便座カバーを汚染する程度で済んだ。うんこ漏らしたのなんて幼稚園以来だ。嫁にも見られるし最悪って、すっかり目が覚めたところで気がついた。猫は、一年前に虹の橋を渡っちまってる。戸締まりしてるし、マンションの4階だから野良が入り込んだ可能性もない。何より、蹴飛ばしちゃった時の毛の感触や、にゃって声。間違いようがない。なんだ、まだうちにいたんだと思ったら、ぶわっと涙が。夜中にうんこ漏らしてべそかく夫に嫁はため息つきつつ、男の子なんだから泣かない泣かない、と呆れていたが、猫のことを言ったら、一緒に泣いてくれた。とりあえずケツを拭け。ぬこ、死ぬかと思ったにゃ。ばあさんは猫が好き。日頃から金縛りや柳が多い私の部屋。この前も眠りに落ちる寸前、金縛りにあった。よくあることなので気にしないで眠ろうとしてたら、いつもと違う。なんか上に乗ってる気がする。これは初体験だったのでものすごく怖かった。頭の中でお経を唱えたりしてたけど効果なし。恐る恐る目を開けてみたら、横からばあさんに覗き込まれてた。祖母とかじゃない知らないばあさん。ひーって思って目を閉じようとしたら、ばあさんが私の上から何かを持ち上げて、私に見えるように抱え直した。ぬこだった。私の上に乗っていたのは、ぬこだった。かわいくね？このぬこかわいくね？やばくね？みたいな笑い顔を浮かべた後、去っていった。ぬこはばあさんの腕から抜け出して壁を抜けてったけど、ばあさんはぬこを追って思いっきり壁にぶつかってよろけた後、ドアから普通に出ていった。そしてばあさんが壁にぶち当たった、ダンって音が、普段の柳と同じ音だった。住んでるのかな？しかもぬこ飼ってるのかな？ばあさん普段から壁に当たりまくってるのか？猫飼い始めましたっていう挨拶だったのかね。金縛りさえなければなんかほのぼの。霊感なので、こんなにも霊感ある人がいるのに驚く。こんなほのぼのなら体験してみたいな。金縛り中に知らないばあさんの霊にぬこ自慢されたものです。昨日信じられないことが起こったので書き込ませてください。愛も変わらず柳がひどかったんだけど、あれ以来またばあさんが壁にぶつかってるんだろうと考えてまるで怖くなかった。金縛りももともと慣れてるので、昨日眠る時に体が動かなくなったけど放置。が、頬をペチンペチン叩かれてる感じがして目を開けたら、あのばあさんが、ちなみにぬこはいませんでした。目は開けれるけど体は動かない状態の私を見下ろして、ばあさんは超笑顔。しばらく見つめ合った後、ばあさんはおもむろに私に背を向け壁の方へ。もう一度私に振り返って得意げににやりと笑った後。
壁をすり抜けていなくなった。それからヤナリは収まりました。こんなことってあるんだね。ぶつからずに壁をすり抜けられるようになったから自慢しに来たんぜ。それで出て行ったのかも。またひょっこり猫連れて現れそうだけど。ちゃんと壁すり抜けができるようになって、ばあちゃんよっぽど嬉しかったんだろうな。なんすれ構えで知らないばあさんの霊に、猫自慢されたり壁を通り抜けられるようになったことを自慢されたりしたと書き込んだものです。わかる人いるかなぁ。あれ以来めっきりやなりや金縛りがなくなって、なんだか寂しささえ覚えていました。そこで、ばあさんに触発されたわけではないですが、実は数ヶ月前から猫を飼い始めました。ばあさんが自慢してきた猫に負けず劣らずの可愛い猫です。愛猫との充実した日々を過ごしていたわけですが、この前、久しぶりに金縛りに会いました。来た?と思いながら私の頭の右隣にいる猫を見ると、明らかに何かを感じているように壁をじっと見てる。ふさふさの尻尾がパタパタ顔に当たってかゆい。と、壁からばあさんが超笑顔で出てきた。にゅっと。しかも半分だけしか出てきてなくて、壁にめり込んでるみたいに見えるし。両手の指をわきょわきょわきょっと動かす。猫じゃれる。手を壁に引っ込める。猫パンチ壁に当たる。猫楽しい。というやりとりを何回か繰り返した後、ばあさんは猫をなでなでして消えました。ばあさんになでなでされてる時も猫は嬉しそうにゴロゴロ言ってました。ちょっと悔しいです。実は近々、広い家に引っ越す予定なんですが、なんだかちょっと名残惜しい気もします。まさか続報が来るとは、ばあさん成仏してなかったのかよ。バッチリ覚えてますよ。まさかの続報、ありがとうございます。そんなばあちゃん霊なら同居してもいい。幽霊でも生身でも、楽しんだもん勝ちだな。覚えててくれてる人がいたんですね。PC から見たらまとめまでできてて驚きました。友人にこのことを話したら、生前猫好きなのに猫アレルギーで触れなかったとかなんじゃない?って言われました。でも、なんだか本当ににっこり笑って満足そうに壁の中にめり込んでいったので、もしかしたら今度こそ成仏できたのかなって思います。あんまり笑えなくてすみません。それにしても猫って可愛いですね。猫と暮らすきっかけをくれたばあさんには感謝しています。もう会えなくなるのかと思うと、やっぱりちょっと名残惜しいです。読んでいてこんな言葉があるのを思い出した。猫拾いは、幸せ拾い。一生に一度だけ。ヌコは一生に一度だけ人を話すという、大概とても重要で意味深なことを言うらしい。昔話では浄瑠璃を語ったとか、事故を予言したとか。ある日、家族でオムライスを囲んでいた。ケチャップ足りない。ちょっとケチャップ取って。ねえねえ、栗。ケチャップもらってきて。栗はじっと聞いていたが、おもむろに立ち上がり台所に行くと、ケナップ、と泣いた。家族全員びっくりしたが、しかしこれが一生に一度だけ話す人をかと思うと、なんだかとても悲しかった。ケナップ、老病の主張。ある日、とある女性が病院に入院して寝ていたところ、深夜ふと目が覚めた。彼女の足元に誰かが立っている。気づかれないようこっそりとそちらを伺うと、どうも大人の女のようだ。明らかに生きた人間ではない。だとしたら、この病院で亡くなった女霊だろうか。パジャマを着てうつむいた女霊の顔は、長い髪の毛に覆われて見えない。ジュレイはなぜかスコップを手に持ち、足元の何かに一心にスコップの中身を注いでいる。さらさら。さらさら。砂だ。
一体何があるのだろう。恐怖も忘れ、懸命に目を凝らした先にあったのは、猫トイレ。ジョレイは一生懸命、猫トイレに新しい砂を入れていたそうな。彼女が退院し帰宅して家人と話し合った結果、飼い猫、かっこおばあちゃん猫、が、入院していた猫トイレ係の彼女に、ちゃっちゃと帰ってきて猫砂帰ろやー、と、主張していたのではないかという結論に達したそうです。おばあちゃん猫と病院の女幽霊の間で、ちょっくら猫トイレの砂変えてって頼んでくれんかのう。あ、いいですよ。丸号室の子ですよね。とかいうやりとりがあったんだったらわろす。でも実際、出てきた女幽霊は誰だったんだろうね。飼い猫かっこおばあちゃん猫と書かれているんで、猫自身だったりして。つまり、猫様の願望が具現化したのがその謎の女性というわけだな。猫年齢ではなく、人間の実年齢での姿だったのか。黒とおばあちゃん。俺の住んでるとこってのが、すごい田舎。数年前ローソンとかできたけど、周りは山に囲まれてるし、季節になると山ぶどうとか秋には柿が庭で採れる、そんなレベル。自動車の本堂脇は全部あぜ道で、そこいらに広がる畑や田んぼのど真ん中にオレンジはある。結構庭も広くて、縁側は日の光がいい感じに差し込んできて、春先とかは最高に気持ちがいい。暖かくなるとおばあちゃんがそこに座って、茶菓子やら煮干しをお茶受けにしているのがいつもの光景だった。そいで、いつから来だしたのかわからないのだけれど、庭によく猫がやってきてた。一匹とかじゃなく何種類も。ブチだったりミケだったり。おばあちゃんが日向ぼっこをしている時に餌をやってんの。そんな光景を俺は当たり前だと思っていたし、家族も猫を追い払うでもなく、かといって飼い猫みたいに首輪をつけることもなく、なんとなく、トラだのブッチさんだの名前をつけては、それを眺めてた。高校を出た俺は頭も良くなかったし、地元の食品会社に勤めることになった。家から車でほんと5、6分の距離で、職場環境も良かった。うちの職場では、カツオ節の粉カスみたいなのが毎日たくさん出る。ある日、俺がその粉カスを持って帰ると、おばあちゃんがめっちゃ喜んで。猫はカツオ節が好きやからな、きっと喜ぶわ。なんて言ってた。次の日から、小さな陶器の器におばあちゃんがカツオ粉を入れて、猫たちにやるようになった。気がつけばおばあちゃんはもう80を過ぎていて、昔は自転車に乗って買い物をしに行ったり、老人会の集いみたいなのに出かけていたのに、いつの間にかそれもしなくなっていた。毎日顔を合わせているからわからなかったが、よく見れば頬はこけ、手には血管が浮いていた。それでもおばあちゃんは毎日猫たちに餌をやり続けた。野良猫に餌をやるなんて決して褒められたことじゃないし、当然怒る人もいるだろうが、追い先短いうちのおばあちゃんの数少ない楽しみだったんだ。おばあちゃんが布団から出てこれない時は、俺や母が餌をやった。一昨年の夏、俺が職場のゴミ出しに外へ出ると、おばあちゃんが黒と呼んでいた猫がゴミ置き場にいた。地面に寝転がるのが本当に好きで、よく餌を食べる、なんだかだらしのない印象の猫だった。いつもめんどくさそうな顔をしていたけれど、どこか憎めないやつだ。ああ、この生ゴミの匂いに釣られてきたな、と思い、少しニヤついた。いつも家で見ている黒を職場で見るのは、なんだか新鮮で少し嬉しかったのだ。黒は俺を見据えたままとことここっちへやってきて、ゴミ袋を持った俺の1メートル前で、背筋を伸ばし、ビシッと座った。いつもだったら、足元にすり寄ってきて餌をおねだりする黒が、まるで敬礼しているみたいに前足や耳をピンと張らせ、自分を見ている。そんな黒を今までに見たことがなかった。泣きもせず喉を鳴らすこともせず、ただひたすらに黒は俺の目を見つめていた。
彼が伝えようとしたことは、そんなに難しいことじゃなかった。大人になって初めて泣いた。ゴム手袋を外して目頭を押さえても、涙はどんどん出てきて、おえつみたいな声としゃっくりが止まらなかった。滲んだ視界にぼやけた黒は、それでもまだちゃんと、俺に何かを伝えようとしてくれていた。わかった、わかったがら。俺はぐしぐし言いながら黒にそう言った。胸が締め付けられて息ができない。置物みたいに動かない黒の顔は、凛としているのにもかかわらず、なぜだかすごく無理をしているみたいで、俺はそれがたまらなく悲しいことのように感じた。ゴミ捨て場で泣いている俺を上司が見つけて、それでも涙が止まらない俺は、すいませんすいませんとしか言えなかった。上司に付き添われながら戻るとき、ゴミ捨て場の方を見ると、黒はもうそこにはいなかった。会社に電話がかかってきて、おばあちゃんが亡くなったという知らせを聞かされたのはすぐ後のことだった。今でも俺んちは暖かい日に猫が来て、日向ぼっこをしている。俺はまだ見たことがないのだけれど、黒が時折背筋を伸ばし、縁側を見るのだそうだ。そうした時、我が家では、座布団とお茶とお菓子を縁側に備えるようにしている。居心地よかったの。3年ほど前のこと。家で一人でいると、物陰やら天井裏やらが、ガタッとか、カリカリカリとか言う。最初はネズミかなあやだなとか思っていたが、ネズミじゃない。歩幅、感覚、音の大きさがでかい。ハクビシンかと慌てつつ、家に何か被害がないかチェックしたところ、何もない。仏壇のお供え物にも変化なし。何なのだ、と帰ってきた家族と共に首をひねって考えていた。家族も、一人で家にいる時に同じ現象が起きていた。確認した翌日の夜、ベッドでさあ寝るかと横になっていたら、驚かせてごめんね。居心地よかったの。と、たどたどしく、猫が喋った。うちは猫は飼ってないし、家の中に入れるような侵入経路もない。呆然としてその猫を見てると、ごめんちゃい。とばかりに、頭をペコリと一つ下げ、これからこのお家に、いいことがあるよ。と一言告げて、しゅるりと透明になった。一つ、肉球足跡を残して、翌週結果発表のジャンボで2頭当たりました。現在も物音は続いており、先日はその幽霊猫さんは祖母と一緒に眠ったらしく、もふもふしてぬくいのに、不思議と熱くなかった。と、祖母は幸せそうに語っておりました。座敷わらしならぬ、座敷猫のお話でした。いいことがあるよ。猫泥棒。友人の話。彼は幼年期を山中の実家で過ごしたが、その集落はやたらと猫が多かったらしい。ある時、見慣れた猫の姿が次々と消えたことがあった。彼の猫もいなくなってしまい、泣きながら暗くなるまで探した記憶があるそうだ。結局見つからずに落ち込む彼を、祖母がこう言って慰めた。ここの山奥にはずっと昔から、猫泥棒ってのがいるんだよ。時たま里から猫を買っ払うけど、大抵一月もすればちゃんと里に返すから。だから、もうちょっと待ってみてごらん。祖母の言った通り、しばらくして猫は家に帰ってきた。大層喜んだのだが、同時にちょっと違和感を覚えたという。猫がまるで、外見はそのままで中身だけが変わったかのような、獣に似つかわしくない、理知的な雰囲気を醸し出すようになっていた。そう彼は言う。いやー、家の猫、本当に賢くなっていたんだ。帰ってきてからのあいつ、時々人の言葉を喋ってたんだぜ。彼が遊具を持って猫のところへ行くと、後でね、
と何度か言われたのだそうだ。また庭で転げたりすると、危ない。と声をかけられた。縁側で誰かが鼻歌を歌ってるなと目を向けると、そこには猫の背中があるだけだったりもした。朝寝坊して布団の中でぐずっていると、枕元にやってきて寝ぼけまなこを覗き込み、うふふ。と笑って、頬に猫パンチしてきたこともあった。そんな真似をするのは彼の前だけだったようで、家族は誰も彼の言うことを信じてくれなかった。ただ一人、祖母だけが、猫泥棒に取られていたのだから、そういうこともあるかもしれない。と頷いてくれたそうだ。子供の仲間うちじゃ、家のにゃんこもそうだってやつが何人かいたんだ。まあ自分でも他人にそう聞かされたら、まず信じないだろうなぁとは思うけど。猫？それから少し経ったら喋ることもなくなって、普通に戻っちまったよ。ほっとしたけど、ちょっと残念だったなぁ。彼は今でもちょくちょく里帰りをしている。近所の猫がしばらく姿を消していたという噂を聞くたびに、猫泥棒、健在なのかな？そう考えてしまうそうだ。老病の助言。知り合いの話。彼は山中にある小さな社の氏子をしている。秋祭りに使う道具を社務所の倉庫で探していた時のことだ。何せ最後に使ったのは1年も前、おまけに納めたのは自分ではないと来ている。皆目どこにあるのか見当もつかずに雑多な荷物をかき回していると、背後から声がかけられた。よく通る牢屋の声で、何を探していなさる？顔も上げずに、子供用のハッピです、と答えるとすぐに返事があった。だったらそこじゃない、右手奥のつづらの下さね。言われた通りの場所を探ってみると、まさに探していたものがそこにある。ありましたありました、ありがとうございます。そう礼を述べながら振り向くと、倉庫には誰の姿もなかった。あれ？代わりにいたのは、入り口にでんと座っている、大きな三毛猫が一匹だけ。社務所に昔から居ついている猫だ。猫にしてはかなりの老齢のはずである。まさか、この猫が教えてくれたんじゃないよね？バカバカしいと思いながらも、試しに他の道具の場所も聞いてみる。旗竿はどこにしまってありますかね？猫はあくびで答え、顔を洗い始めた。なんだ、やっぱりそんなわけないよな。たまたま通りかかった氏子の誰かが外から声かけてくれたんだろう。うむ、そんなところだ。一人でそう納得し、猫に背を向けて探索を再開した途端。入り口のすぐ左脇、竹ぼうきの奥に立てかけてあるさね。慌てて後ろを向いたが、猫はしれっとした顔で伸びをしていた。半信半疑で竹ぼうきをどけると、確かに束ねられた旗竿が姿を現す。しばらく猫とにらめっこをしてしまったが、別に言うべきことがあるでもなく。どうもありがとう。というのがやっとだった。その後も、彼が三毛猫に背を向けている時に限って的確なアドバイスがなされ、探し物は守備よく短時間で揃えられた。彼の仕事が終わったと見るや、老病はのその外どこかへ去っていったそうだ。よくこんなに早く見つけられたな。境内に戻ると皆にそう言って褒められた。聞くところによると、その時の彼は引きつったような顔をしていたらしい。上りを組み立てながら、知り合いの氏子に三毛猫のことを聞いてみた。あの、ここに昔からいる、三毛のことなんですけど。言葉を喋るんですか、とはさすがに聞けず、口ごもっていると。ああ、オスなんだぜあいつ。三毛のオスなんてほんと珍しいだろ。
そういえば確かに珍しいかも。あ、いや、僕が言いたいのはそういうことではなくてですね。そんな会話をしていると結局、彼がした珍体験の話はできなかった。最近の彼は、九段の三毛猫を見かけては、話しかけるようにしているという。しかし残念ながらあれ以来、三毛さんは口を聞いてはくれないそうだ。今度は煮干しを持って行って試してみる。宝くじの当たり番号でも教えてくれたらいいな。私はなんとなく、そんな不純な動機では猫さんも会話してくれないのではないかと思ったが、口にするのは控えておいた。ずう。俺個人的には笑えない話なんだが、周りの人間に話すと草を生やされるので、こっちで書いてみることにした。ずっと昔、俺が学生の頃の話なんだが、通学途中で車に轢かれたと思われるヌコ発見。キジトラのヌコで、息も絶え絶え。360度どこから見ても瀕死ヌコ。昔、学園七不思議というテレビアニメで、交通事故に遭ったヌコは最後に見た人間を呪う、という知識を持っていた俺は、できるだけ見ないように目を背けて通り過ぎようとしたんだ。だけど、横を通り過ぎようとした時にヌコが、にゃーと泣き上がった。その声を聞いた俺は思わず視線をヌコに向けて、目を合わせちまった。瞬間、俺終わった、呪われる、と、リアルで ORZ な気分。とはいえ、瀕死のヌコを放置するのも何か気が引けたのは事実。畜生呪われてやると半べそ状態で近くの動物病院へ駆け込んだのね。命さえ助かれば呪われないで済む、という考えもあって。が、そんな思いも虚しく1時間後にヌコ、五輪中。手の施しようがなかったわけ。懐も心も真っ青。冷たくなったヌコを捨てるのも何か忍びなくて、家に持ち帰ってこっそり庭に埋めることにした。借家の庭だからバレたら親がうるさいだろうし、何よりも呪われるのは勘弁だ。とにかく呪われたくない一心で墓っぽいのを作り、心の最後の砦だった、義母愛子先生の書籍を頼りに線香やら水やらをあげまくり。その甲斐があって、何事もなく日にちが過ぎたんだけど、一ヶ月とちょい過ぎたあたりから異変が起きた。ある日、部屋でのんびりしてると庭先から、ぎひーと母親の叫び声が聞こえてきた。慌てて庭へ行くと、洗濯物を撒き散らした母親がいて、軒先にはネズミと鳥の死骸が置いてあった。やっぱり呪われたと思った俺は、今まで以上に猫の墓に猫感を備え、だけど効果なし。逆に餌に釣られて周りの猫まで集まりネズミの出過ぎ太が増える始末。おまけに、毎日庭の隅っこで拝んでる俺を不審に思った父が、墓を掘り返し現れたヌコゾンビを見て卒倒する事件が発生。初めて聞いた親父の、女性という声は忘れられない。そして初めて父からグーで殴られアムロ卒業。結局、埋葬し続けることは許されたが、さらに恐怖の事態が待っていた。万が一に本気でヤバくなったら、尋ねようと考えていた義母愛子先生を逝去。完全にノックアウト状態。もうダメだと思った時、ついに、俺自身に呪いというか悪夢を見る羽目に。その夢というのが、街中を歩いていた俺が大量の猫に襲われて、神輿みたいに担がれ街中を練り歩くというもの。そして進路の先には、葬った猫待ち構え、と、猫の脇には巨大な煮干しというか猫館と小魚の山。小魚嫌いな俺は夢の中で発狂寸前。間違いなく連れて行かれるか魚と一緒に食われると思った俺は、ごめんなさい、もう許してー、と絶叫したとこで目が覚めた。それ以来は何事も起こらなくなった。猫はたたる。本当にたたる。マジで興味本位や同情で助けたらあかん。それたたられたんじゃなくて、病院連れて行って埋葬してくれたことに感謝されてたのでは。
それみんなに言われる。他のスレでも言われた。でもなんつうか何かこう、違うんだよ。よく学校や会社に一人はいる。霊感強いマンにも、頭の上に何か乗ってるって言われたこともあるし。でもおかげさまで何事もなく平和に過ごしてるんだけどさ。後日談ってほどでもないが書き込みすまん。レスを見た後に考えを直してな。実家へ帰った時に、恩返しに気づいてやれなくてごめんね、と、改めて猫感をお供えして拝んできたよ。で、その日の午後に、昔の友人たちと集まって酒を飲んでたんだが、霊感強いマンがいたんだが、お前、相変わらず頭に乗っけてるのかよ。って言うから、何を?と聞き返したら、猫2匹、1匹は子猫、カラスと鳩が1羽ずつ、蛇1匹。とか言いやがった。てか、増えてるし。それを聞いた別の友人が、なんだよそれ、まるで動物公園じゃね。とか言うし、弱い味噌汁にして、ずう、なんてあだ名をつけられるとは思わなかったわ。ふみたん。今朝、地震の起こる直前の話です。今実家に帰省してるんですが、うちは両親はもう亡くなってて実家は空き家状態。お盆の迎え日のために毎年私一人で帰省してるのですが、今朝地震が起こるちょっと前に、胸の上に何か重たいものを感じて目が覚めました。見てみると何もなく、手で確認するも何もない。なんだろうと思いつつ、まだ眠くて二度寝しようとまた目を閉じたら、再び胸にずしりと重みが、そして何か小さいものにふみふみされてる感覚。耳を澄ますと、小さく、ゴロ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 と、喉の鳴る音が。この仕草に思い出があった私。昔家族で可愛がっていた猫のふみたん。そう思った瞬間、不意に涙が出そうになりました。でも目を開けるといなくなりそうだったので、小さい声で、ふみたん、と、声をかけてみた。すると、小さく子猫のような声で、にゃっ、と人泣き。怖いとか全然なく嬉しさのあまり、ふみたん、と言いながら体を起こした私。その直後に地震。幸いうちの地区は震度4程度の揺れでしたが、なんかふみたんが教えるために現れてくれたような気がしてなりません。ふみたん、まだいるのかな?お盆だし、あさってお父さんとお母さんも帰ってくるから、また一緒に出てきてくれないかな?今、そんな気持ちでいっぱいです。多分失礼しました。ふみたん良い子だね。投稿者が心配で出てきてくれたんだなぁ。やっぱ猫の話は和むなぁ。静岡に住んでるけど、特に何か特別なものが起こしてくれるとかはなかったな。起こしてくれたといえば、au の携帯くらいか。うちの猫は喋る。自分には生まれた時から一緒な猫、ササ、オス、がいるんだが、この猫が化け猫、猫また、ぽい。生まれた時から一緒ってのは、俺が生まれたのと一緒の月に生まれた猫だからなんだけど、だから俺と同い年、うちの母親はオカルトに凝っていて、俺に何かあった時の身代わりにと探してきた猫らしい。今考えると、猫にはたまったもんじゃない話だが、現在では、身代わりなんてとんでもないってぐらい、明らかに一人息子の俺より可愛がられてる。んで、不思議体験ってのは、この笹にまつわる話で、オチから言えば、この笹が何か喋れるっぽい。初めて笹が喋れるって分かったのは、俺が幼稚園の時。その時俺は幼稚園が大嫌いで、マザコンだったから、母親のいる家をどうしても出たくなかった。んで、いつものようにだだこねて、その日は押し入れに隠れて、バスをやり過ごそうとしたんだが、一人じゃ怖かったので、俺はへたれ、笹も連れて行った。んで、いつの間にかうとうとしてたら、近くでいきなり、起きろ。って声がして、
母親かと思って押し入れ出ようとして、ハッとした。それはまず、母親はそんな言葉遣いしないし、階下からは母親が台所で、洗い物してる音が聞こえてきたからだ。それに声が男だった。のぶといわけじゃなかったけど、男だと思った。だが上記でも述べた通り俺は一人っ子だし、父親はもう仕事に行ってるはずだから、この声はありえない。んで、しばらくあっけに取られてたら、いつの間にか足元にいた笹が俺を見上げて、早く行け。って言った。口は動いてなかった。でも笹と目が合ってたし、絶対笹だった。二回目は俺が中学ん時。夏休み真っ只中で、明日は友達と海に行くって大はしゃぎしてた。んで、俺ばっか楽しい思いして悪いなぁ。どれ、笹も水浴びさせてやろう、とか言いながら、笹を水溜めた洗面器に、入れてやろうと蛇口ひねった時。余計なお世話。って聞こえた。驚いて振り向いたら、笹の後ろ姿が見えた。さすがに幼稚園の時とは違うし、今絶対笹喋った、って思って、すぐに親に、今笹が、って言ったが、はしゃぎすぎて、変なこと言ってるみたいに勘違いされた。でも、暑いからいつもリビング、常に冷房ついてた、にいた笹が、俺がそんなこと言った後にいなくなって、夕飯まで帰ってこなかったから間違いない。3回目は最近で、俺がおかばん見て笹が喋ったのを思い出して、親にその話してた時、笹が俺見て笑ってた。顔ってか雰囲気、笹が笑ってるって分かった。妄想とかじゃないと思う。これだけ見ると、笹が嫌な猫みたいだけど、その他では普通の猫と変わらない。喋った?後にもちょっとしたら、いつもみたいに。なあ。って言いながら、膝に乗ってきたりしたし。オチは全然ないんだけど、まあ、憎まれ口叩く。可愛い猫だと思うことにする。猫のお世話。こないだ風邪をこじらせて会社を早退した。一晩寝たら治ると思ってたが、次の日目が覚めたら体が動かなかった。枕元のポカリ飲むのがやっとで、マジで這うこともできない。カバンの中で携帯が鳴っててもそこまでたどり着けない。そのうち目の前が真っ白になってきて、ああこれやばいと思いつつ意識が飛んだ。そしたら思いっきり鼻を噛まれて目が覚めた。忘れてたんだが俺は一人暮らしで、推定5歳のメス猫と住んでいる。仕事柄不規則な生活なんで、こいつの飯と水は3日分くらいストックできる自動給餌器使ってるんだが、起こしに来たってことは飯がなくなったってことだ。それにトイレ掃除もしてない。これはいかんと思って、死に物狂いで布団から這い出した。時々ふっと意識が途切れたが、その度猫に噛まれて覚醒。なんとか部屋の真ん中まで来たところで、また携帯が鳴った。必死で出たら会社の同僚だった。何か言ってるが全然頭に入ってこない。とにかく体が動かないことを伝えたところで、本当に意識が飛んだ。次にはっきり目が覚めたら病院にいた。医者の話を聞いて驚いたんだが、俺は過労と栄養失調から、風邪がこじれて肺炎になりかけていたそうだ。すでに3日経っていた。熱で意識がぶっ飛んでいたらしい。同僚が来て救急車を呼んでくれなかったら、本当に死んでいたとのこと。付き添っていてくれた同僚に礼を言った後、猫の世話を頼んだ。迷惑とは思うが、飯と水とトイレの始末してもらえば後はなんとかなるからと。そう言ったら、同僚がちょっと変な顔した。いや、猫いなかったぞ。つうか、猫のものなんかなかったぞ。覚えてないが、救急車で運ばれる前、俺はずっと猫のことを言い続けていたそうだ。だから世話をしようとしてくれたそうだが、猫もいなければ給餌器もトイレも見当たらなかったらしい。仕方ないから、
コンビニで猫缶買って開けてきたけどさ。そんなわけないだろ、と言いかけてゾッとした。なんで忘れてたのかわからんが、猫はもういなかったんだ。3月の頭に車にひかれて死んで、あいつの使っていたもの全部処分した。そのこと言ったら、今度は同僚が青くなった。俺が電話に出た後ろで、猫がでかい声で泣いていたそうだ。今朝ようやく退院したところだ。次の連休に入ったら、あいつの墓参りに行こうと思ってる。みかん。小学校高学年の頃、初めて金縛りを体験したんだけど、その話を一つ。ある日、通学路の途中で猫を見つけた。とても人懐っこくて、家から持ち出したパンの耳をあげたらついてくるようになってた。家で、ペットを飼うか飼わないかの話があったから、その猫を飼うことになった。つけた名前はみかん、メスだった。家で飼い始めてから1年ちょっと。家から飛び出して、前の道路で引かれて、そのまま死んでしまった。学校から帰ってきた後の母さんの話が、そういうことだった。会いたいって言ったんだけど、もう業者さんが持って行った後だった。その日は泣きっぱなしだった。初めてペットを飼う不思議な感覚とか、やっぱり近くにいると可愛く思えた。ものすごく可愛がってた。数日後なんだけど、夜中に急に目が冴えて、金縛りにあった。目の前に、知らないおじさんが覗き込んでた。目とか口とかカッと開けてる。なんか驚いているような顔。すごく怖かった。父さんと母さんを呼ぼうとしたけど、声が出なくて。そしたら、布団の中に何かいて、体に触れる、何かけみたいな感触。お腹の上を歩いてくる。暗くて見えなかったけど、それは、みかんだったんだと思う。猫の威嚇の時の鳴き声で、って、うなり出した。謎のおじさんはそのまま姿を消して、体が動くようになった。朝に確認したんだけど、パジャマのお腹の部分に、泥まみれの足跡みたいなのと、布団にいくつか毛が落ちてた。それ見ただけで、泣いてた。助けてくれたことの感謝と、やっぱり、最後にやってやれなかったことの悲しさで。猫大集合。そういや昨日あったこと一つ。俺ベッドで寝てて、ベッドの下に結構スペースあるのね。で、半年前くらいから、たまに夜中とか、カリカリ変な音すんのよ。別にその程度だし、刺して怖くはなかったけど、した男が頭よぎって以来ガクブルだった。昨日はシャレコは携帯で読みながら、夜中3時ぐらいにまたカリカリ言ってるの。火を消してベッドの下覗き込んだら、にゃーみたいに、半透明の猫が柱で爪研ぎしてやんの。俺も親戚一同も猫なんて飼ったことない。どこのぬこたんだよ。かわいいじゃねえかよ。母ちゃんに聞いたった。そしたら、何よ。半年前からずっとそこにいるじゃないの。というお言葉をいただいた。猫の種類まで母ちゃんは特定していた。スコティッシュフォールドのキャリコだそうだ。母ちゃんの話によると、食事中は俺か母ちゃんの足元に座ってるらしい。父ちゃんの足元には行かないんだと。足が臭いから。一回、父ちゃんの足元に行って。臭い。みたいな顔になったぬこたんを目撃したそうな。にゃあ。なぬこたんが家に住み着いてるもんです。先日ちょいと進展があったのでご報告をば。増えた。何か夜飯食ってた時に、トタトタパタパタ騒がしいなぁ。どうせまたにゃあ。が、
走り回ってんだろうと思ってたところ、母ちゃんが、見てとちゃトラやね。この前は8割もいたし。俺、ボカーン。父ちゃん。やったね。母ちゃん、かわいいわねー。現在、うちに猫幽霊たんが、4匹住み着いていることになる。そうかいそうかい、そんなにうちは住み心地がいいかね猫たんよ。あと、増えた3匹は幼猫じゃなくては猫の雑種らしい。母ちゃんがそう言ってた。あのさ、幽霊猫って、もふれるのか。残念なことに、俺はもふれたことはない。ただ、たまに足元がくすぐったい時がある。もしかしたらこの時、ヌコタンがすり寄ってるのかもしれん。母ちゃんは幸せそうにしてるから、多分もふれるんだと思う。こんばんは、お久しぶりでござそうろう。なあ。なヌコタンが家に住み着いてるもんです。先日、母ちゃんがとてもしょんぼりした顔で夕飯を作ってたんで、理由を聞いたら、ミケちゃん、いなくなっちゃった。しょぼん。とおっしゃりました。が、翌日、S、かっこ俺の名前、ミケちゃんが、仲間連れて帰ってきた。とえらく怖くて顔で俺を叩き起こしました。現在、キャリコ、ミケ、ジャトラ、ハチワレ、に追加して、ブチ、ブチ、ハチワレ、合計7匹のヌコ幽霊たんが、我が家に住み着いております。昨日は両サイドモフモフに囲まれて睡眠できて幸せでした。お迎え。小学生の頃、親戚の家に遊びに行ったら、痩せてガリガリの子猫が庭にいた。両親にせがんで、家に連れて帰った。思い切り可愛がった。猫は太って元気になり、小学生の私を途中まで迎えに来てくれるようになった。いつも一緒に帰っていたけれど、6年生の林間学校に泊まりがけで行っている時に、車に轢かれて、死んでしまった。もう、猫は飼わないと思った。年月が過ぎ、私は就職して、バス通勤をするようになった。仕事がうまくいかず、辞めようかどうしようか迷っていた。バスを降りると、いつも我慢していた仕事の悩みが噴出して、泣きながら暗い夜道を歩いていた。そんなある日、バスを降りて歩いていると、少し先に白い猫がいた。その猫は振り返りながら距離を取りながら、私の前を歩く。坂を上がり、いくつもの曲がり道を曲がっていく。私の家に向かって、家の前に出る最後の曲がり角を曲がると、その猫の姿はなかった。数日、そうやって猫に先導されるように家に帰る毎日が過ぎた。ある日、いつものように、待っていてくれる猫を見て気がついた。尻尾を、パタン、パタンと、ゆっくり上げて下ろす仕草。小学生の時に飼っていた猫と同じ。思わず、猫の名を呼んだ。振り返った猫は一声泣いて、また家に向かって歩いた。涙が出て仕方がなかった。心配して出てきてくれたんだね。ありがとう。ごめんね。大丈夫だから。もう、安心して、いるべきところに帰ってね。後ろ姿に向かってつぶやいた。最後の曲がり角を曲がる前に猫は振り返った。近づいて撫でたかったけど、近寄ったら消えてしまいそうで。もう一度つぶやいた。ありがとうね。大丈夫だからね。そして、猫は曲がり角を曲がった。なぜかふと後ろが気になって振り返ると、白い小さな塊が、ふっと消えていくところだった。そこは、林間学校に行って帰らない私を待ち続けて、猫が車に轢かれた場所だった。猫の味噌汁。
笑えるというかなんというか。自分は小さい頃から怖い話を読んだり聞いたりするのは苦手で、でもなんかそういうのが気になって、悔しい、でも読んじゃう。やめときゃよかった、の繰り返しだった。成人してから紫鏡の話が嘘っぱちだったのが分かって、やっと読み物として楽しめるようになった口。夜中に鏡見るのも風呂入るのも平気になったし、怖い映画見た後にやたら背後や窓やドアが気になることもなくなったしな。もちろん霊感なので、生まれてこの方オカルトな体験も全くなかった。しかしつい最近の話。会社の同僚にいわゆる見える人がいて、その人の占いがよく当たる、と評判になっていた。占いといっても、特に何かするわけではないんだけど、なんでか色々と言い当てられてしまうらしい。ただで見てくれるんだし、やってもらったらどうかと勧められたんだけど、スピリチュアルとかそっち系には興味がなかったので、なんだかんだ理由をつけて断っていた。興味本位で休憩時間中にわーわー囲まれてるのも見てて気の毒だったし。そんなある日、偶然休憩室でその人、便宜上見える人と呼ぶ、と、二人きりになった時のこと。見える人がこっちを見た途端、まさにこの顔、になって、飲んでたコーヒー吹きそうになってむせまくった。ものすごい勢いで咳込んでるから、大丈夫ですか？と慌てて声かけて、背中叩いたりさすったりした。しばらくすると見える人は、すみません、ありがとうございます。と、落ち着いたようだったので、自分も座ってお昼ご飯広げた。で、お弁当食べ始めたら見える人が、ちょっとお話があるんですが、いいですか？と真剣な顔で聞いてくる。いきなりこんなこと言うのも失礼だとは思うんですが、伝えておいた方がいいと思いまして。おめえの顔が変だったとか、服に穴が開いてるからコーヒー増えたんだよとか、言われるんか、と身構えたけど、そうじゃなかった。小さい頃から今まで猫を飼ってらっしゃいましたよね？ええ、そうですけど。正直、猫好きだとか昔猫飼ってたってのは周りに話しまくってたから、まあ知れ渡っててもおかしくないよなぁと思った。が、そのうち亡くなってる猫ちゃんって、サバトラのオスと、シャム猫っぽい雑種が、オスメス一匹ずつですよね。え？さすがに猫の模様やら種類までは話した覚えがないし、そもそも写真やらを見せた覚えもない。まさに、何それ怖い、状態。非常に言いにくいんですけど、その3匹が、マフラーみたいになってます。ブー。今度はこっちが茶を吹きそうになった。確かに小さい頃から猫を首にかけて、生きてる毛皮のマフラー、とか言って遊んでたし、念のために言うと、猫は嫌がってなかった。腹のプニプニ加減や毛のモフモフ具合が、首の後ろに当たるのがくすぐったくも気持ちいいので、それ以降の猫も余さずマフラーの犠牲になっていたのだが。それってずっとですか？多分ずっとだと思います。肩こりとかひどくありませんか？ガッチガチですね。まあ常時猫3匹も乗せてりゃ肩も凝りますよね。でもその子たちが鉄壁でガードしてくれてるので、いわゆるあなたの知らない世界的な体験は、今後も一切ないのは間違いないはずです。あとは悪徳商法とか、悪い人にも引っかかりにくいと思います。ちょっと羨ましいです。はぁ？ただ、ここで言いにくそうに口ごもる見える人。ここまで来たらもう、全部言っちゃってください。そっちの方がすっきりしますし、と促したところ、では言いますね。その子たちが気に入った人とでないと、お付き合いすらできないと思います。うわぁ。最後に最大級の地雷を残していかれました。なるほど、年齢イコール恋人いない歴なのはそういう理由だったんですね。わかります。ガードがきつすぎるのも問題だと思いつつ、
でも死んでからもついててくれるなんて、ある意味飼い主冥利に尽きるなとも思いつつ、今日も、四代目の猫を可愛がっています。今後良い出会いがあるかどうかは、猫の溝知るって感じでしょうかね。猫パンチ。猫が床から十数センチ離れた空間に、猫パンチを食らわせていた。近づいてみても虫すらいない。それなのに必死に猫パンチ。いい加減にやめないとアホになるんじゃないかと心配していたら、通りすがりの弟が、鼻息を荒げている猫をその場から撤去した。夕飯時に、昼間猫が空中を殴打していたという話をしたら、弟がぼそっとつぶやいた。おっさんが生えてた。床からおっさんが顔半分だけ生えていて、猫はその控えめな頭髪に覆われた頭を叩いていた。最初は迷惑そうだったおっさんの顔が徐々に泣きそうになってきて、かわいそうだったので猫を撤去したんだとのこと。今日も猫は、おっさんが生えているであろう空間を肉球で殴打している。昨夜、うつ伏せで寝ていたら金縛りにあった。声帯が思うように動かず声も出せない。だんだん背中が痒くなってきて、下気帯が金縛りで動けずどうにもならない。いい加減イラついてきた頃にのぶといおっさんの声で。ええか?ここがええか?と、囁かれながら背中をかかれた。ここがええのんか、などとテクニシャンなセリフを言う割には痒い場所とは見当違いのところをかかれ、10分ほどで金縛りから解放されたが、イライラだけが残った。体が自由になり恍惚とした思いで痒い場所をかきむしっていると、先ほどと同じおっさんの声が聞こえた。なんだよ、痒いところ言えばよかったじゃないか。と、無念そうな声色だったが、喋れなかったのでどうしようもなかった。以前、控えめな頭髪に覆われた頭を猫にしばかれていたおっさんかと思ったが、弟の話によると、おっさんは未だに床から生えており移動していない。ここ何日かは、猫が機嫌の悪い時にサンドバッグ代わりにされているだけだそうなので違うと思われる。むしゃくしゃしている猫は容赦なく爪を出してひな鳥のような頭を殴打するため、おっさんの頭には血が滲んでいることもあるのだとか。姉ちゃん、あのおっさんいねえよ。成仏したっぽい。ある日不意に弟がそう言った。ここしばらく、おっさんのひな鳥のような頭を見なかったらしい。自分には元から霊感というものはないので、彼がいようがいまいが何の変化も感じないが、そういう類のものが見える弟は、観察日記つける前に消えやがって、と、ぼやいていた。当の加害者である猫も、おっさんがいなくなって数日は、いつものふてぶてしい顔にうっすらと哀愁の入り混じったような表情で、ぬあおーん、まおーん、と、泣きながら家のあちこちを探し回り、おっさんの捜索を諦めてふて寝する、という行動を日に何度も繰り返していた。しかし、おっさんは再び現れたのである。家の敷地から200メートルほど南にある祖父の畑で、真昼のさんさんとした日差しを浴びながら恍惚とした表情で土に埋まっていたらしい。ここならばあの白黒模様の毛玉に見つかるまいとでも思ったのかもしれないが、田舎猫のテリトリーは広い。その日の夕方には、飼い猫がよくつるんでいる野良の茶虎猫と共に、おっさんを殴打している光景を弟が目撃した。光合成でもしていたのだろうか。陽光を浴びたからといって頭髪が育つわけでもないだろうに。移動もできるなら、なぜ逃げずに2匹の猫にしばかれているんだろうか。謎である。シルモンド、完全版。2007年4月18日。信じられないだろうが、今体験したばかりなので、興奮冷めやらぬうちに記す。昨日から寒い夜が続いていたので、俺はベッドに猫を引っ張り込んで寝ていた。メス、3歳。名前はシルモンド。約2時間ほど前、
だいたい深夜3時くらいに、俺は金縛りにあった。ベッドのすぐ横に、女が立っていた。顔の右上が、弾け飛んだザクロみたいにぐちゃぐちゃになっていて、残った左目がすごいさっきと怨念をはらんでいて、ぶっちゃけもう心臓止まりそうだった。必死にお経を唱えるが女は全然平気。シルモンドが追い払ってくれるかと期待したいが、いかんせん日頃の愚病ぶりでは無理だろう。そうこうしてるうちに女が、ゆっくり俺の首に手をかけてきた。妙に湿った感触と、原色ピンクのマニキュアが生々しく、マジに死を覚悟した。ぐいぐいと締められて意識が白む。もうダメ、と思った時。少し手の力が緩んだ。うっすらと女をチラ見すると、女の視線が俺の脇に注がれてる。そこはシルモンドの定位置だ。シルモンドが起きた？でかしたシルモンド、早く追っ払え。とすがるが、どうも違うらしい。女はチラチラとシルモンドを見ながら俺の首締めを再開。しかし明らかに身が入ってないらしく全然力が弱い。挙句に片手を離してシルモンドを撫で始めた気配。女の顔はもう完全に猫に向いているし、妙にニコニコしてる。おぎりで俺の首に置いてた右手もシルモンドに向かい、何やら肉球を触って遊んでいるような仕草。俺はほったらかしにされ、ほっとしつつ金縛りのまま2時間。女はいつの間にかいなくなってました。本当に、ついさっきの出来事です。シルモンドかわゆす。毎日会いに来たりして。明日の未明に湧くてか。シルモンド、幽霊にされるがままかよ。どんだけ人懐っこいのよかわゆす。シルモンドの人気に嫉妬。今日からうちのリスの名前シルモンドにする。今日から俺の名前シルモンドにする。じゃあうちの番犬はレイモンドにする。いや番犬と言ったらヘラクレスだろ。ケルベロス。2007年4月19日。信じられない。今まで気づいた価値観が崩れるような気がする。これまで心霊現象に遭遇した経験のない俺は、昨日のことは夢だと言い聞かせて忘れるつもりだった。起きた時にシルモンドが少し湿ってたのも気のせいだと決めつけた。だがやはり怖いものは怖い。今日は1階の客まで寝ることにした。今日は私がシルモと一緒に寝るの。と、ダダをこねる中学生の妹を蹴り倒して、シルモンドを確保しつつ眠りにつく。が、眠れない。またあの女が来たらどうしよう。もしシルモンドが目当てなら、妹に押し付けといた方が良かったのでは？などと考えながらビクビクしてるうちに、時計は3時を回った。つい先ほどのことだった。2階から、ブブオンホノー。と、野獣のような方向が、間違いない。姉だ。慌てて部屋に行くと、姉は般若のような顔でメロンパンを振り回していた。落ち着くのを待って話を聞くと、課題のレポートを書いていた姉は3時のおやつに、大好物のメロンパンにウキウキとかぶりつこうとした瞬間に、金縛りになった。かっこ、夜行性の姉は昼と深夜の2回、必ずおやつにメロンパンを摂取する。霊感が弱い姉だが、その時ばかりは何とも言えぬ嫌な気配を感じたという。机の横の姿見を見ると、ピンクのワンピースを着た長髪の女が立っていた。女はふらふらと部屋を徘徊したり、ベッドをポフポフ触ったり、何かを探しているようだったと姉は語る。気性の激しい姉はだんだんとムカついてくる。メロンパンタイムを邪魔した上に、金縛っといてしかとかよ。と。姉は子供の頃、襲ってきた野犬を殴り殺しかけたほどの強者。気合至上主義者の姉は、金縛りなど気合で粉砕せんと前述の雄たけびをあげたのだ。女はびっくんと肩を縮め、姉を怯えた目で振り返った。
そこへ飛びかかった姉は振りかぶり、メロンパンを叩きつける。という話だった。正直、誇張癖の姉の言うことだけに全部は信じられないが、きっとシルモンドを探していたのだろう。姉曰く、顔は普通っぽかったらしい。シルモンドのためにおめかししてきたのか？少し気の毒。シルモンドは今も丸まってぐっすりと寝てる。そして俺は真夜中の寒空の下、デイリー山崎までメロンパンを買いに走らされている。